以上です。いやいやいやそれもじゃあ、本当に麻雀教室みたいに、はい、初心者に教える時もそういう風に言うわけですね。まあ70分は自然に数えるようになったらそのうちスッと出てくるようになるんですけど、うん、最初はねなかなか難しいですが、はい、高宮がまずまずのハイパイでしたかね。仕事頃地が見えてくるので、あ、これ第一もなんかね、いいですね、はい、見えてきましたね、うん、単品系が、はい、2差しもちょっとありますね、これで茅森は。ちょっとスピードが遅そうですよね、うん、森さんまだ。大谷も結構きついですよね、うん、そうですね、メンツがまだ定まっていないというか、はい、ゼロメンツですからね一応。ああ厳しいですね、うん、あ、いいですね。これ第一いつシャアの取り落としね、はい、始めるかどうか、うん、まあ次あたりからお、これで森も1日さんも見てきましたね。ここでシャッシャーか、いや、シャーの方残すんだ、はい、シャーもいずれ切る予定ではいるんですけど、多分今早めのリーチが来た時の受け用に残してるんじゃないですか。結局あのチーソーかレアソーの隣を引いて両面切れ作りたいわけですから、はい、いわゆる浮かせ打ちってやつですね、はい、へー。お、でも両方落とした、切っていきましたね。じゃあシャンポンリーチを想定してるってことか。そうですね、おそらく、ね、あ、これ高め3色、はい、仕上がりました。いいところに入りました ね、 ね、うん、高めチーピー2枚生きてますからね。このEピンはここに3枚目が来ます、うん、おお、発もだ、リーチ一発もピン風、そして3色、さらにはドラドラ、そうですね、失礼します。いやー大きな手を上がりました、強烈です、強烈ですね、